妻の鈴木さんをご紹介します。鈴木さんはもともと飲食店を経営していましたが、2002年家族のために独立。確かな技術とその人柄で順調に業績を上げています。当然その家族の時間を多く作れるようになったっていうのは、この仕事を選んでよかったなっていう大きな部分かなと思うんですね。今まで本当に時間なかったんで、家族の時間が増やせたと、思い出がいっぱい作れるということで、この仕事を選んでよかったなっていう部分だと思いますね。鈴木さんも熊澤さん同様、ご家族のための時間をとても大切にしています。お子様の見送りは鈴木さんの日課です。鈴木さんは車以外にもウッドリペアというサービスも行っています。これは新築の床や柱などの傷を修復するというものです。冬場は車が売れない福島ならではのサービスです。まずやりがい感じたっていうのは、やっぱり数字の部分もそうだと思うんですよね。自分の目標がクリアできたり、次はこの辺のディーラーさん必ず落としたいなっていうのをおっしゃった時とか、やっててよかったなとか、やっぱ持続しといてよかったなっていうのはありますけど。それではトータルサービス加盟後の本部からのフォローなどを再度神谷さんに詳しく聞いてみましょう。パートナーサポート事業部、私が所属している部署になるんですけれども、というその、名前の通りパートナーさんをサポートするための部署がまずあります。パートナーさん向けの専用の電話回線と、電話番号とファックス番号と、あと E メールアドレスというのがありまして、オペレーターがですね、窓口になって受けたまわるんですね。そこに連絡さえしてもらえれば、あとは全部こっちでコーディネートしますという体制を整えてますんで、その辺は非常に安心していただけるシステムの一つだと思います。段階を追って成長しているように見えたオーナーたち、共通しているのはあくまでマイペースで家庭や趣味を大事にしていること、それぞれ自分なりの目標に向かって頑張っているということでしょう。技術職なので最初に覚えることは少なくないかもしれません。しかし本部のサポートや個人の頑張り次第でいかようにもなりそうです。定年がなく自分のペースで仕事ができるのが独立開業のメリット。まずは一歩踏み出す勇気が成功への道筋ではないでしょうか。カーリペアで独立、いかがだったでしょうか。車のトータルリペアに関する詳しい資料を希望者全員に差し上げます。カタログは番組でご紹介したトータルリペアに関してはもちろん、番組ではご紹介しきれなかった詳しい情報が掲載されています。興味のある方はご覧の4つの方法でお申し込みいただけます。スカパー本登録者の方はセンターアクセスの機能で簡単にお申し込みいただけます。画面に向かってリモコンの決定ボタンを押してください。電話でのお申し込みは携帯電話も通話料無料、24時間自動音声応答で受け付けています。0800-600-4150 0800-600-4150 にかけ音声ガイダンスに従って操作してください。ホームページからお申し込みの場合、ご覧の URL を入力するかアクトン TV で検索してください。トップページ、プレゼント、資料の応募コーナーからトータルサービスのカタログをお選びください。携帯電話からお申し込みの場合、ご覧の URL を入力するかアクトン TV で検索してください。0800-600から始まる無料電話、アクトン TV のホームページ、携帯サイトからのお申し込みは放送終了後も24時間受け付けています。ぜひご利用ください。